吉谷さん、市役所ですか。吉谷さんが市役所の職員になっていたら、おそらく私と知り合うこともなかったでしょうし、もしかしたら、例のね、ネオヒルズ塾も形が変わっていたかもしれないですね。で、さらに言うと、丸坊主にして、殴ってくれっていう人も地上から一人消えるわけですし、r 34もね、乗り手を変えていたのかもしれないですね。だからちょっとした選択が、 その後の世界を大きく変えるなぁと思いますね、はい。で、あの、市役所に落ちたことがね、成功か失敗か何とも言えませんけども、やっぱり人生には多少の失敗みたいなスパイスが必要なのかもしれないですね。少なくともそういったスパイスが加わることによって、人間ってのは演じ組みを増して、 面白い人生にどんどんね入っていくのかなと思います。ただそのスパイスを避けたりとかね、そのスパイスに恨みを持ったりすると、あんまり人生にはならないんじゃないかなと思うんですよ。あの、以前吉谷さんにもお勧めしました、あの、ラストチャンスっていうね、中村徹さんが主演する、うん、事業再生のプロジェクトね、これを追っかけていくドラマなんですけども、これは全6話ぐらいで結構ね、えー、簡単にこう、 スピード感よくバーっと全部見れてしまうやつなんですけどもこの中に裏路地にいる妙なね占い師のおっさんが出てくるんですよねで断るごとに主人公の中村徹さんはその占い師さんのところに行ってどんどん料金が上がっていくその占いを受け続けるんですけどもその中でね人生七味唐辛子っていうふうに言われるんですよねまあつまり恨み、つらみ、妬み、袖み、嫌み、ひがみ、やっかみっていう7つの 七味唐辛子が人間にどん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 振り返られてきてね。調子が良くなったかなと思ったら、また七味唐辛子あ。ちょっと調子が悪いんだけどなーっていう時には、さらに七味唐辛子。そうやって、どん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 味わい深くなっていくっていう。まあ、そんなね、ことだったと思いますけども。うん。なんかね、向かい風っていうのはつきもんですよね。そんなのにいちいち挫折していては、 まあ、男の人生は語れないのかなと思いますね。うん、人生七味唐辛子ね、うん。なかなかいいドラマでしたね。いってらっしゃい。